広島大本営。左隅は証券交太号御座所。左上に広島城天守が見える。広島大本営は1894年に勃発した日清戦争の戦争式のために広島県広島市の広島城内に設置された大日本帝国軍の最高統帥機関である大本営である。1930年頃の広島市。中央やや上が 広島城。右上に広島駅、右下が宇品港にあたり、日清戦争勃発後に付設された宇品線で結ばれている。大本営は1893年5月19日に直令第52号戦時大本営条例によって法制化された制度であり、日清戦争において初めて設置された。この時の大本営は1894年6月5日に、 東京の参謀本部内に設置され、同年8月5日に皇居内に移った。その後、当時東京を起点とする鉄道網の生誕であったこと、また大型船が運用できる港があったことで、前線に向かう平坦基地となった広島市に移ることとなった。9月13日に大本営が宮中からこの地に移転し、2日後の15日には戦争式のために、 明治天皇が移った。このため、安宮の役割も果たした。10月9日、非常時に備え出敬園は大本営復営と定められ、明治天皇の居所として、政府館が当てられた。明治天皇は、日清講和条約調印後の1895年5月30日までの227日間、この地で指揮を取った後、東京に観光した。大本営はその後も、 台湾の統治機構整備など戦後処理のために広島に泊まり、1896年4月1日に大本営解散の招徴によって解散した。この時期、1894年10月に召集された第7海帝国議会は広島の広島臨時仮議事堂で開会された。国の立法、行政、軍事の最高機関が一時的とはいえ、広島市に集積したことで、 広島市は、臨時の首都の機能を担った。これは明治維新以降、首都機能が東京から離れた、唯一の事例である。立川三代太郎、大元水陛下御神聖広島御発射の図、陽日としべ一、広島県御安着の図、土屋光一、受けは団パンの図1895年2月に、広島県庁で行われた受けは交渉を描いたもの。もともとこの地には、 本丸御殿があったが火災により、全焼、1877年後地に、広島賃代司令部として建設されたものである。1888年代後、師団発足以降は、その司令部として使われていた。そして、大本営として用いられた。洋風建築の木造2階建て、広島城本丸に置かれた。1階に、大臣室や自住職室、2階に御座所、 お召し会所、自重庁室、軍議室などがあり、御座所は執務室と寝室を兼ね、近くに検事が置かれた。明治天皇は、ほぼここに泊まって深夜まで政務を行い、質素な生活をしていたと伝えられている。この戦争中に見せた、精力的な活動、質素な生活つまり、聖徳は、明治後期における、天皇神格化区下の中で重要なイメージ戦略として、用いられており、 例えば当時普通の古びた美品を使う様は戦前の教科書に描かれている。後に明治天皇は当時のことを読んでいる。田室寺与那々名手市広島の1896年大本営解散後は第五師団管理の下、大本営氏は文化財として保護され史跡名称天然記念物保存法施行により史跡明治278年戦役広島大本営。 そして1926年に国の史跡に指定された。1928年から広島城天守の一般開放が始まり、合わせて名所として公開された。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により建物はすべて崩壊した。1948年、戦後の軍国主義排除の風潮の中で、 史跡指定が解除され、塗りつぶされた。現在では、建物の基礎及び祖石と一部文字が消された石碑が残っているのみとなっている。広島城天守から、真南、大本営から、西南西方向に位置した。もともとは、第五師団監査部の建物で、大本営設置後はその事務所として使われていた。当初は1895年3月13日証券。 皇太后広島行刑で進められていたが都合により、延期、同年3月19日公務を行刑した際に、御座所として用いられた。この地で、皇后も、精力的に慰問を行っていたことが伝えられる。これも現在は、基礎石のみが残る。桜の池跡、ありがとうございます。